そう。あとはなんだろうね。あとは、撮影段階だと、あとは、容量の問題ですよね。まあ、うちスマホ、相当容量のね、でかい、メモリーを入れてあるんですけど、スマホの方だと、そう、メリットの一つに 4K で撮れるっていうのがあるんですよね。こっちの、実はでかいビデオカメラの方は、実はうちは 4K 対応ネットじゃなくて、2K ネットを使っていて。で、スマホの方が逆に 4K 対応してるんで、実はスマホだと 4K が撮れるんですよ。実はその反面で、4K で録画が入るので、容量相当浮くんですよね。なので、容量のキャパシティが結構きつくなる。日帰りとかでパッと撮る分で全然問題のないところなんですけど、一泊二日以上になると、なかなかちょっと大変だなっていう。スマホのデータを、ちょっと夜のうちにね、Wi-Fi のある環境のところでデータを飛ばして、そっちの方がその 5G 回線繋がってないですから、Wi-Fi のある環境にね、持って行って、データを飛ばして、さあのクラウドの方にね、アップロードをかけておいて、一度メモリーを、ちょっとクリアにしないと、ちょっと容量不足とかになっちゃうよと、いうのが出てきたので、そう、いわゆる超ロング動画、まあ、そういう人はあそこまでその素材取らないですからね、問題になることないんでしょうけど、うちは、多分、その YouTube の中でも、その、一日あたりで撮る量がすごく多いですからね。とにかく、回しまくって、それを、10分単位の動画にぶっつん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 やっていくんで、相当なね、その、撮影容量になっちゃうんですよね。ってなると、そういった撮り方をするのには、やはりね、こっちのでかいビデオカメラの方のが、やはり長けているなというのはありましたね。特にこういった、ドライブ動画だとかだとね、こっちの方だと安定しますからね。そう。なんかスマホで、スタンドで挟んでできないかなとか、試してみたこともあるんですけど、やっぱりちょっとうまいこといかないよ。見たところありましてね、なかなか難しいもんだなっていうところがあったりするんですよね。まあっていうぐらいで、まあでも撮影段階では、ね、まあでもこれはこれでありだなっていうところだったんですけどね。難点が出てきたのがまず、編集段階ですよね。で編集段階は、まあいくつかこれは改善の仕様もあるんだろうなとは思いながらもやってる、今試行錯誤してるのが、テロップとかの、割り振りですよね。まあ、いろいろとちょっと錯誤していて、意外と、いわゆる、アッパーのところに文字情報を入れとかないと、ローアに文字情報を入れると、YouTube や TikTok の携帯電話で見た、スマホで見た時の仕様上で、文字が消えちゃうんだっていうね、問題があってね、正確にそこにも情報が、既存情報が入ってくるんで、そこにもテロップがあると、テロップの上に基本情報の文字が、二重になっちゃうんで、すごく見にくくなっちゃうんだよねっていう、やつとかが結構その面積がでかいんだなっていうのがね、改めて、いざアップロードした動画をチェックして見てみたとき、ああ、意外と見にくいなっていうのがあって。そのあたりとかは、まあでもまあ改善の指標もあるのかなと思いながらね、撮影するときも下がちょっと、見えなくなるよっていう前提でね、上のところにね、上半分でしっかりと撮るようにとかね、いうようなことをしていく必要があるのかなっていうのが分かってきたのと。で、もう一つこれが、ちょっと技術的な話になっちゃうんですけど、書き出しが時間かかるっていう問題がありまして。まあ、4K でやってるよっていうのがあるんで、データが 4K なんで、出力も 4K でやってみてるんですよね。で、一部 4K になってないやつがあると思います。ちゃんとデータを見てる方だと、いや、この第何回と第何回と第何回は、4K で出力で YouTube にアップロードかかってるけど、何回か、4K で出力かかってないよねっていうのを見
つけれると思うんです。これはね、ちょっとね、技術的な問題がありまして、なんかね、4K、なんて言ったらいいか、4K で出力するのに、特にこの縦で 4K を出力しようとすると、書き出しもね、すごい時間がかかるんですよね。うん。特にね、パワーディレクターが大幅アップグレードがかかりまして、この冬ぐらいにかな、大幅アップグレードがかかりまして、実はガラリと仕様が変わったんですよ。で、それの兼ね合いなのかな、うん。まあ、いろいろ出力方式とかもいろいろと、アップデートグレードがかかったんですけど、その兼ね合いで、うん。あのね、縦の 4K の出力にすっごい時間かかるようになっちゃったんですよ。で、ね、ビデオボードとの相性アップグレードがかかったのは良かったんですよね。前はそこの相性が、なんか、ビデオボードのアップグレードとの相性がなんか合わんくなることがちょいちょいあって、いわゆるグラフィックボードを使った映像出力が、できねえよっていう、ことだったんですよ。これ動画出力とかそういったグラフィック関連とか詳しい方だったら今の説明でわかるのかなと思うんだけど、じゃないとちょっとわかりにくいところですよね。まあ、簡単に言うと、動画っていうのは、昔に動画を編集する説明をした動画があるんで、それとか見てもらったら、詳しくわかるんですけど、動画って、皆さんが YouTube でね、まあ見てるとしましょう。まあ別にこれ TikTok でも、ニコニコ動画でも、基本的には一緒なんで、YouTube や、ね、ところで動画が、見れるよ。で、見てるのはそのスマホのアプリで見てるのか、スマホのブラウザで見てるのか、パソコンのブラウザで見てるのかね、いろんなパターンがあると思います。基本的には、どんなスマホだろうが、パソコンだろうが、パッと YouTube のサイトを見たら見れますよねっていうのがありますね。これを見れるようにするためには、当然、そのクリエイターの皆さんが、まあ私とかね、いろんなクリエイターの、人が、もともと自分が作った動画をアップロードをかける。で、アップロードをかけることによって、その絵を、YouTube のところが、その YouTube のサイトで誰でも見れるようにいろいろと、エンコード処理っていうのを行ってくれる。これは実は YouTube も TikTok もニコニコ動画も自動でやってくれるっていうところがあって、でそこにちょっといろいろ各サイトごとのつてがあったりするんですけど、ただ多分 TikTok3 社、並行でアップロードしてる人そうそういないかな。多分これの企画やってるのうちだけ、下手したらうちだけかもしれないもんね、っていうところで、実はちょっといろいろ癖があったりするんだけど、例えば最高できる出力の、ところとかの差があったりだとか、出力するためにそのアップロードできるデータの制限がいろいろとあってっていうところがあるんですけど、その中で一番やっぱ汎用性が高いのは YouTube です。YouTube と、一応ね、AK のところで Rumble っていうのが今出てきてるんですけど、それも結構、こう汎用性とかね、まあでもそこまでだな、うん。YouTube がやっぱりダントツで汎用性が高いんですよね。なんで YouTube が一番アップロードしやすいですよ。縦にしろ、横にしろ。特にパソコンからアップロードするとはね、そうなんですけど、まあ、そのアップロードするのにあたって、そのアップロードする動画を作らないといけないわけですよね。うん。で、まあ一番簡単なのは、スマホでね、撮って、それをそのまま上げるっていうのは楽なんですけど、スマホで撮ったら自動的に、YouTube とかで上げれる仕様の動画が、もう、録画ボタンを押して、録画ボタンを終わらせれば、出来上がりますから、うん。その細かいエフェクトとかは、パソコンの方で、スマホのアプリでもできるし、まあいろいろとできるんですけど、それには多分できるよ。これはですね、例えばこれにスマホのソフトを使って、スマホでもいいですけど、パソコンのソフトを使って、
例えばテロップを入れたい、BGM を入れたい、ああ、ちょっと不要なところのカットとかをしたいよね。でもこの動画とこの動画とをいろいろと組み合わせて一つの作品に仕上げたいよというような場合ですね。でそういった場合ですね、パソコンでそのいろいろ編集をしたいよっていう場合には、その編集する前のいわゆる素材動画っていうのがあっても、もちろんそれはそのままアップロードできることもできるんですよ。実際そうやってやってる YouTuber の人で、有名な立花たけしさんとかは、まさにそれやってますけど、いうような感じもありますけど、で、6本入れたりどうのこうのっていうのをやるには、その専用のソフトがあって、まあ、一般的には、Adobe プレミアプロっていうのを使ってる人が多いかな。あと、ファイナルカットっていうソフトだったり、まあ私の場合は、パワーディレクターっていうソフトを使ってますけど、まあ、何はともやソフトを使って、いろんな出力をつけて、その動画を作ります。ですので、その元々ある MP4 とかっていう形とか、昔は MPEG、MPG、ね、MOV とかありましたね。あとは、WMV とかっていうような、やつとかって、まあ、いろんな要は、動画のデータっていうのも、いろんな実は規格があって、細かいところを挙げると15種類ぐらいあるかな、あるわけなんですよ。その、まあ、一般的な MP4 っていうのが今ほぼほぼ使われてるんですけど、それ以外にもいろんな、方式があって、RM とかありましたね。昔、RMP とかもあったし、いろいろとあるんですけど、で、サイトによっては、例えば、それの中のどれかを対応してませんよとかって、WMV は、一部対応してないやつがあったりしますからね、あったりするんですけど、そもそも今はもう WMV で出力できるソフトって少ないですけどね、多分 Windows のデフォルトで入ってる、一応多分 Windows って今もデフォルトで、その動画編集ソフト入ってるはずなんですけど、それだと WMV 出るんじゃなくてかな、あったりあるんですかね。で、それの出力とかを、まあ、パワーディレクターの場合も結構ほぼほぼ選択ができる。WMV も一応できるのか、あれ。なんですけどね、そういろいろあったりするんですけど、まあ、それで、まあ、基本的には、まあ、それはね、MP4 っていう企画のやつを選んでおけば、まあまあ、どこでもアップロードできるし、問題ないし、いいんですよ。で、ただ、その、要は、アップロードを、かけんといけない。そのアプローズじゃなくて、出力をね、する、よく書き出しをするとか言いますけどね。あと、英語だとなんだ、エンコードか、エンコードとか、書き出しっていう作業があるんですけど、その書き出しっていうのを、やるためには、そのいろいろ、例えば、書き出しするときに MP4 の企画しますかとか、であとは解像度とかそのあたりの出力形式を、細かい設定があるんですよ。多分全部合わせると何百種類ってあるんじゃないかな。企画がいろいろとあるん で、それに合った、ありがとうね、いろいろやってくるんですけど、どうしような、明白ところでいくか。